これは下僕という名の人間に飼われているミカンと鳥天という2匹の猫様のお話です。僕たちは猫であるえ、ちょっと待って僕たち猫になってない本当だ。しかも伊吹さんの家の猫になってない僕はミカンで姓は鳥天本当だニゃン。え なんでなんでもう猫気取りなの適応能力すごすぎない転生ものの主人公くらいの適応能力なんだけどもしかして経験者転生とか入れ替わりとかしたことあったりする不思議だななんで猫になったんだろう無視てかなんでそんなに落ち着いていられるの僕たち猫になっちゃったんだよ慌ててもしょうがないからだろうまずは原因を見つけないと元に戻る方法も思いつかないぞ 確かにさすがせいんかごめんね猫になったくらいで取り乱してこの24時間くらいで何があったか思い出そうきっと原因が見つかるはずだそうだねじゃあとりあえず昨日の朝のことから思い出していこうあじゃあせいから昨日は朝起きてなりと優と授業行って 佐々木と次の滝行に行くためのバスを予約して部活しておうん普通だねその後、銀行強盗を止めた時に撃ったところがちょっと痛くなったからアイシングしてあーちょっと待ってなんだえ銀行強盗取り押さえたのうん止めたえそんなすごいことさらっと言うでも 止めたのおとといの夜の話だから昨日の朝からの話をするって決めただろいや生が銀行強盗を取り押さえた栄光に比べたらそんなルール些細なことだよルールはルールだろう。些細なルールとかない決めた以上守るのがルールだいやそうだけどでもちょっと話聞かせてどんな感じで銀行強盗を取り押さえたのうんどんな感じって。 俺は銀行に行って金を下ろそうと ATM にカードを入れたんだが何度もエラーが出てしょうがないから窓口に並んでたんだうんそしたら俺の目の前に人が割り込んできたからああそれはムカつくねでもまさかその人が肩をポンポンって叩いて「すみません並んでます」って言おうと思ったんだけどああ思っただけ 言わなかったんだねその人が振り向いた時「何ですか何か文句でもあるんですか?」って感じでこっちを見てきたからああその人もそう言ったわけじゃないんだねということは今2人は無言で見つめ合ってるだけの状態だねけどその手を見て気づいたんだえまさかその人の手に拳銃が俺が手に持ってたのが。 ドラッグストアのポイントカードでさっき ATM でエラーが出たのは俺がそのカードを入れてたからだってせいの手の話今はどうでもいいよそんなカードの話ナツが作れって言ったポイントカードだぞどうでもよくないだろそういう意味じゃなくて今この場面この状況においてポイントカードはどうでもいいって言ってんの確かに猫になってるしな。 猫になっててたたの忘れてたちょっとでも忘れさせてくれてありがとうそしたら後ろの人に突然歯がいじめにされて頭に何か突きつけられて「ココナッツに姉子詰めろさもないと今夜は一人でトゥナイト」って叫んでてうーん多分だけどそれこのバッグに金を詰めろさもないとこいつの命はないぞだと思うわかる僕もすごいな俺は結構びっくりして そいつに「今夜とトゥナイトって意味がかぶってますよ」って言ったびっくりするポイントが違うそいつつべこべ言わず「お前も金以外の価値があるものここに入れろ」とか言って俺にカバンを投げつけてきたああ確かあの銀行に飾ってある絵が結構有名な人が書いたって言われてるよね、はああだから俺がカバンに入って 確かにね、性には価値があるけれどもお金に変えられない価値があるけれどもナツがいたらナツも入れてた絶対やめて巻き込まないでそれでそいつがすごく怒ってどういうつもりだとか言ってきたからそりゃそうだよ僕も強盗じゃないけどどういうつもりって思ったよだから俺もそっちも「初対面でためごってどういうつもりですか?」って言ったんだけどずーっとずれてるよポイントが ポイントカードの使いどころも間違ってたしなその話はもう終わってるのとにかくそうこうしてたら強盗終わったみたいで俺は人質として連れ去られた大丈夫なの大丈夫なのせいそしたら強盗の一人が怪我したみたいで複数犯であることが判明しました消毒液と包帯を買ってくるように言われてドラッグストアで買おうと思ったんだけどポイントカード出したら このカードにポイントはつきませんって言われて。わかったよ、銀行のキャッシュカード出したんでしょよくわかったなうん、わかった、そういう流れだったから。そこでちょっともたついて、外に出たら強盗は警察に捕まってた。え何それせ、全然銀行強盗取り押さえてないじゃん取り押さえてない。止めたって言った。あそ、そっか、そういえば、そんなこと言ってたかも。その後は、 トラック運転手に惹かれそうな猫を助けて俺が惹かれたえええ,えちょちょっと待ってせ事故にあったのまあある意味あれは事故だったなある意味って猫をかばってトラックに惹かれたんでしょ怪我とか大丈夫ああ大丈夫だもう気をつけてねでもそれ今回僕たちが猫になったことにすごく関係がありそう話してみてああその時 俺は天調味料トトーナメントをやってたんだ何それ知らないのかうんどの調味料が鳥天に合うかのトーナメント戦だ酢醤油はシード今回はおろしポン酢が大健闘したがダメだったおろしポン酢に次は頑張ってって伝えといてそしたら発射しそうなトラックの前に 猫が飛び出てきてきやばいい危ないトラックが猫に気づかず発射しそうになったから俺はトラックを叩いたんだ叩いたどういう状況いや俺トラックの荷台にいたからなんでちょっと疲れててさっき犯罪に巻き込まれたばかりだしだとしても勝手に荷台に上がるのも犯罪とかにならないでもトラックの運転手は そのおかげで猫を引かなかったああでもそれは良かった代わりに俺を見てドン引きしてただろうね荷台で知らない人が鳥天調味料トーナメントやってたらてかそっちの「引かれたね」引かれた違いでしたそんなこんなで前の日の疲れが取れていなかった俺はとにかく休みたいと思って昨日の夜伊吹さんの家に行って寝たあれでもだとしたら 結局いつ猫になったんだろうそういえば真夜中鳥とりがおでこなめてきて顔を背けたらとりとおでこぶつけて朝起きたらこうなってた猫になったのそこだねニャーてかすごい周りのものが大きく見えるね家具もテーブルも。 本当だな体が小さいと周りが大きく見えるんだな僕の実家とかさ伊吹さんの大分のマンションとか久しぶりに帰るとちっさってなるよね生の実家はあいやそれでもでかいなってなるけどそうかも体も軽くないか軽い僕ちょっとあのテーブルの上に乗ってみようかな結構高いけど大丈夫か うん、行ける気がする。見ててよ。うーん、にゃっ。おお、すごい。うわ。あ、どうした？テーブルの上、めっちゃ汚かった。なんか足についた。もうなんで醤油の小皿が置きっぱなしなの。降りられるか。ああ、行くよ。にゃっ。どう。うん。すごいと思うけど。 夏お前登るときも降りるときもニャって言ったぞえ嘘でしょいや本当だもしかしてこのまま人間としての自我を失ってどんどん猫に怖いこと言わないでよ俺もだんだん猫っぽくなってきたかもえ何どこがなんか今異常にまたたびが欲しい本当に ああ、それにどんどん人間特有の空気を読むってことができなくなってきてる気がするそれは人間の時からでしょそうかもしれないまたたびゴミがまたたびになってるもう鳴き声もまたたびになりそうだ鳴き声がまたたびになったらもうそれは猫ではないよというか俺が猫になった原因は分かったけどお前はどうなんだなツ確かに お前も昨日のことを思い出してみたらどうだえっとえー、っと昨日は一日本当に忙しくて朝から伊吹さんが「家にカナブンが入った!」って大騒ぎしてて朝からカナブン探したけどいなくてそうこうしてたら必修科目に遅刻して安成に怒られてその後テーピング発注し忘れたの気づいて急いで部活行ったら。 E、さん先輩がうざがらみしてきて間違った数注文しちゃって慌ててたらせいが「ユニフォーム脱水したら縮んだ」とか言い出して見せられたユニフォームが「これもうフワちゃんしか着れないよ」ってくらい縮んでてその時ちょうど出てた夜空の一番星に「なんでこんなに忙しいのもういやだいっそ猫になりたい」って願ったかなここだなここだねそれなら お前自分で願ってるじゃないかそうだね自分で願ってるね夢が叶ってよかったないやよくないよあの時はちょっとパニックってたっていうかわかるでしょだいたいとどめを刺したのはせだからねどういう意味だほら心を操る能力を兼ね備えたラスボスの一つ手前くらいに出てくるめちゃくちゃできる悪役せがやってることってそいつと一緒だから 自分は手を下さず相手が自分で自分を傷つけるように誘導する一番ヤバいやつだよ猫になってもその能力残ってるかな前向き全てにおいて前向きいや猫向きあ<は>何この分だいやほんとだ朝見つからなかったやつ今すぐあれを借りたい自我を保って 高評価チャンネル登録をお願いします。お願いしますこれは下僕という名の人間に飼われているミカンと鳥天という2匹の猫様のお話です。僕たちは猫であるこれは夏と俺が伊吹さんの家の猫と中身が入れ替わってしまったお話の後半です。 前半を見てない人は概要欄のリンクにある前半を見てください。僕たちだけじゃ解決できない。伊吹さんが帰ってきたら助けを求めよう。でも、そもそも俺たちが猫と中身が入れ替わってること。気づくか伊吹さん。確かにどうする？多分さ、人間の耳にはニャーにしか聞こえないよね。 そう思う生体が猫の生体だからなそう考えるとやっぱり文字を書くのがいいんじゃないかなそうだなそこのタブレットに書いてみるかそうしようそうしようなんか肉球だと書きにくいなうそうだねちょっと爪が引っかかってマウス欲しいな猫だけにかやめてこんな時にふざけないで ペンでやってみるかそうだねえっとこのボールペンあれ出ないなこれはどうだうーんとこれも出ないなこれはうんこれもって使えなくなったボールペンをいつまでも家に置いておくなよ夏書けたけどなんて書いてるかわからなくないか 本当だ「肉球」って文字が書きにくいの他に伝える手段ってないかなもういいだろう猫ににゃってもちょっと言葉ににゃが入ってるにゃが入ってるよ頑張って猫に負けないでそしてなんでセイはずっと猫になることにそんなに積極的なのなんでって猫になればすごく体が柔らかくなるうんうんえ それだけで俺は前々から体が硬いのが嫌だった怪我しやすいしいやだとしても猫になるメリットもっと他にあるでしょ例えば例えば一日中寝てられるとか一生無職でいいとか黙っててもご飯が出てくるとか顔面偏差値が高いとかじゃあやっぱり猫のままでいいのよくないよデメリットだってあるよなんだまずは結婚できない 猫でも結婚とまではいかないが女性の猫を見つければいいんじゃないかせえ忘れないでみかんととり天つまり今の僕たちは虚勢されてるんだよそうだったやだやだやだそんなの嫌だでもまあ相手にバレるか虚勢されてることバレるよ丸出しだもんそうかだいたい猫の女性ってどうやって口説くの想像つかないんだけど それは、人間の時とそんなに変わらないだろうそう例えば、どんな感じそうだな、例えばお姉さん、何してんのえ、え、あ、えまたたびクラブ初めてまたたびクラブあ、はい、初めてですへえ、そうなんだ、名前はみ、みかんです <laughs> いい名前かわいいねまたたびもう一つまみいらない俺おごりよああ大丈夫ですまたたびあんまり強くないんで大丈夫それなら水持ってくるわこういう場所でメス猫一匹で酔ったりしたら本当に危ないよちょっとここで待っててあはいあはぐれたら悪いし一応連絡先を教えて。 <laughs> 大丈夫大丈夫悪用はしないから万が一はぐれた時と俺がミカんに会いたいなーって思った時に連絡するだけだから何それ何このシチュエーション今のはまたたびクラブにいるコミュニケーション能力エベレストで危険だとすぐにわかるオス猫なんか猫になるよりもよっぽどキャラが変わってるけど猫になるより変わるなんてあるか そうなんだけどあとまたたびクラブって何ありそうじゃないかまあありそうだけれどもなんか違法そうえ俺はお酒ってイメージだったけどお酒は違法じゃないだろう。えー、僕はどっちかというとまたたびって麻薬ってイメージだなそうか でもやめよまた旅談義は今は必要ないてかそもそも猫になったらキャットフードしか食べられなくなるんだよ性の好きな鳥天が食べられなくなるよそれは困るでしょでも猫になった以上キャットフードがめちゃくちゃ美味しく感じるんじゃないのかえーそうかなそんな単純かなちょっと食べてみる 本当に、え、食べられるの？うん。うん。夏、うん。ナツどうだった？めちゃくちゃ美味しい。本当に。あ,あ。ちょっと食べてみろ。ええー、そんな、うん。うん。うん。本当だ。美味しい。だろ。まあ、う。 こんな美味しいものが自動的に出てくるなら料理しなくていいねそうだなにゃっせいちょっと見てなんだ人間のせいが四足歩行してるよ本当だうわあ。テーブルの上に乗っちゃダメ危ないえそれにその上汚いよ取り点が俺の中に入ってるのかあーみたいだね あちょ,ち,ょちょっととってテーブルの上のもの落とさないで夏<ツ>危ないからやめてとり手のせい降りておいで夏<ツ>何多分お前の中身とみかんの中身が入れ替わってると思うんだがあ,あそうかも見てみろお前、えせ加えてる今すぐ人間に戻ろう、えー ニャんニャーお前らうわっ何話せるの人の縄張りに入ってくるとはどういう料金にゃやっぱりニャ何がニャなんかおかしいと思ってたニャ体は重いしキャットタワーは小さいしにゃにニャゃみかんミカ自分の体をちゃんと見てみるニャ俺たち人間になってるニャえ 本当にゃどうにゃってるにゃ毛が全部抜け落ちてるにゃ最悪にゃ違う違うそうじゃない俺たち人間になってるにゃえ。え本当にゃしかもよく見たらにゃっさりに,にゃってるにゃ最悪にゃやばい猫がなんて言ってるかわかる。みたいだな。だったら聞いとかなきゃいけないことがある。そうだな。 この子たちが人間になっった理由をちょっとみかん僕つさだけど前々から僕だけにシャーって言ったり僕のスマホで爪研ぎしたりこの前なんて寝てたら突然噛みついてきたし一体どういうつもりなのはあお前が嫌いにゃからにゃ僕たちの縄張りから追い出そうとしてるにゃはあなんでそんなこと言われないといけないのご飯とかあげたりしてるのにそういうところにゃ図が高いにゃ。 ご飯あげてるじゃにゃいにゃ。ご飯を僕たちに収めさせていただいてるにゃ。はあ？夏、落ち着け。今はそんな喧嘩してる場合じゃないだろう。うそうにゃ。みかんも早く猫に戻る方法を考えるにゃ。だいたいにゃんでこんなことににゃったにゃ。人間ににゃるにゃんって最悪にゃ。落ち着くにゃ。みかん。誠一郎と夏さは。 学校で勉強してるにゃだから何かいい解決方法をきっと知ってるにゃえ確かにそうにゃ人生の大切な時間を使って学校に行ってるにゃら必ず何か知ってるはずにゃなんかそう言われるとうんそうだなえなんか思いつくのせい三月期ってあっただろ夏あ,あ 学校の授業でやった漢文だよね理長って人がパニクって叫びながら走ってたら虎になったやつだよね夏お前パニックって走ったりしてないよなしてないよでも確かに虎も同じ猫化だし参考になるかも最後どうなったんだっけ最後は虎になったまま行方不明になるにゃんにゃそれ全然参考ににゃらにゃいにゃ 他ににはなないにゃそうだなカフカの変身とかはどうだああ朝起きたら毒虫になってるやつ <laughs> それ知ってる有名だよねあれは最後どうなるんだっけあれは最後家族からいじめられて衰弱死するそれはダメにゃ。全く役に立ってないにゃ学校行くだけ無駄にゃちょっと待って 僕、試してみたいことがあるんだけどいいかななんだ、うん、チェーンジにゃんにゃ突然大きな声出すにゃびっくりしたにゃごごめん。何やってるんだお前は。ごめん。今のは忘れて。いい加減にするにゃお前たち一体ニャンのために学校行ってるにゃ猫としての振る舞いも全然ニャってにゃいし。なに 猫としての振る舞いってうん例えばグルーミングをさっきから全くしてにゃいにゃ毛が乱れてるにゃ身だしにゃみには気をつけるにゃグルーミングって何こうやってこうやって体をにゃめるにゃちょやめて僕の体でおかしなことしないでにゃにがおかしいにゃ汚いよそんなに体舐めたらにゃにが汚いにゃ自分で自分の体にやめてるだけにゃのに 自分でできない場所は他の猫に舐めてもらうにゃ。こうやるにゃ。やめて自生しないで分かった俺たちも猫らしくするからお前たちも戻るまでもう少し人間らしくしてくれまあ聖一郎が言うならしてやってもいいにゃ。どうするにゃとりあえず高いところにむやみに乗るのはやめてくれどうしてにゃ。どうしてって危ないからだよ 危にゃくにゃいにゃいや、みかん人間は俺たちよりはるかに身体能力が劣ってるから危ないにゃええー、じゃあ人間みたいにいつも地べたに這いつくばらにゃきゃいけにゃいにゃなんか嫌な言い方だなじゃあその代わりこの体にまとわりついてるものを取っていいにゃえ、服のこと絶対ダメにゃんでにゃ僕はこれ大嫌いにゃ ミカンは服嫌いにゃ前下僕が僕たちに服着せた時も、ミカンは怒って動かなかったにゃ。そしたら下僕はすぐ謝って脱がしたにゃ。ちょっと待って、伊吹さんのこと下僕って言ってるの？それは受ける。そうにゃ？にゃにか問題あるにゃ？よし、もう脱ぐにゃ。やめて！あれ、どうやって脱ぐにゃ？わからにゃいにゃ。 教えるにゃ教えるわけないでしょそれは着てなきゃダメいやにゃいやにゃミカン人間はお前たちと違って毛皮がないと風邪ひくんだ風邪ってにゃにゃ苦しくなって最後は死んだりする死ぬのは悪いことにゃそりゃそうでしょうどうしてわかるにゃ死んだことも似合いのにそもそも生き物はみんな死ぬにゃ まあ、そう言われたらあれだけどでも、苦しいのは嫌にゃ確かにまあ、それに清一郎が言うにゃら、しょうが似合いにゃなんで性ばっかり悲きするのにゃ、でも俺、人間になったらちょっとやってみたいことがあったにゃ何あの、人間がたくさん集まってるところに行ってみたいにゃ このテレビによく映ってるにゃえ、なんだろうスクランブル交差点かなああ、取り点がよく見てるやつにゃ毛皮が所々抜け落ちてる人間がたくさんいるにゃえ、なんだろう叫んでる人もたくさんいるにゃ夜餌を食べたこととかお金をたくさん使ったことを怒ってるにゃ国会だえ、国会中継見てるってこと それにはそれには、たくさんの人間があそこで寝てるからきっと寝心地がいいにゃ僕もあそこで寝たいにゃあそこは寝るところじゃないのしかもあれってそんな簡単に入れる場所じゃないの選ばれた人しか入れないんだからああお前の体じゃ入れにゃいにゃそれはそうかなのにゃじゃあ休みありなら入れるにゃいや入れないよ にゃんでにゃやすにゃりは優しいしいいやつにゃあそこに入る資格があるはずにゃ間接的に僕をディスってるよねゆうはどうにゃあゆうも無理だ将来はわからないが確かにそうにゃじゃあそれまではこの家でお昼寝するにゃお昼寝の話してたら眠くなってきたにゃ確かに言われてみれば 今にも気絶しそう。猫だからかな。行ったんだよう。だったらあのダンボールの中で寝るにゃ。首気をつけてね。寝違えたら地獄だよ。にゃんにゃそれ。不便な体にゃ。高評価、チャンネル登録。